アメリカ食品医薬品局は、アメリカ合衆国保健福祉省配下の政府機関。連邦食品、医薬品、化粧品法を根拠とし、医療品規制、食の安全を責務とする。FDA は、食品や医薬品、さらに化粧品、医療機器、動物薬、タバコ、玩具など、消費者が、通常の生活を行うにあたって接する機会のある。 製品について、その許可や違反品の取り締まりなどの行政を専門的に行う。食品については、諸葛行政官庁が厚生労働省以外にも複数の官庁にわたる日本と異なり、FDA で一元的に管理しているとされる。しかし、食肉や、鶏卵の衛生管理は、農務省が所管しているなど、日本では厚生労働省が行っている業務の一部は、 他の官庁が実施している。日本の食品行政について、マスメディアで指揮者が指摘することの多い、日本の複数官庁にまたがる、縦割り行政の問題を論ずる際の一つの、比較例として、この FDA がよく、引き合いに出されるが、この指摘は、必ずしも、正しくない。2016年現在、FDA では、天然の大麻や、 thc を含む製品を承認していない。理由として安全性及び有効性が確認されたことがないからとしている。FDA は公式サイト上に自らの使命を公表し、その目的と行政的権限の及ぶ範囲を宣言している。宣言文の日本語火薬は以下の通り、医薬品は規制物質法に基づき、 スケジュール I から V のカテゴリーに区別して規制される。FDA の2005年度予算は18億4461万ドルで約2000億円に相当する。アメリカの国家予算はおよそ8000億ドルのため0.2%程度だが特徴的なのは FDA の予算の18億ドルのうちの3億ドル以上がユーザーズフィーという方式によって FDA が 承認審査する先の企業から回収されているということである。FDA の予算規模は90年代以降は増加し続けており、15年前のおよそ4倍にまで膨れ上がっている。ハービー W. アイリー医薬品 GMP の確立医薬品の製造、加工、個別放送、保管において製造業者が遵守しなければならない内容を明確化臨床試験における。 インフォームドコンセントを義務化医薬品製造業者に対してその副作用の迅速な報告を義務化医薬品製造業者に対してその医薬品の有効性の証明を新たに義務化臨床試験開始にあたって医薬品製造業者は FDA に対してそのことを報告し許可を得なくてはならない。FDA は現在は米国保健福祉省に属する連邦政府機関であり 下記の6つのセンターと2つの事務局によって構成されている。FDA は組織の改変が非常に頻繁に行われてきており、ここで現在と正し書きをしておくことは重要である。ワクチン、細胞置換療法や動物由来組織編移植などの生物学的製剤が市場に出る前の門番の役割を果たしているのが、このクバーにあたる。NCTR の使命は、 FDA が自らの管轄下にあるような製品について何らかの基準を設けるために必要であるような、または将来的に必要となるであろう、科学的な研究成果を総合的評価、ピアレビューの下で演出することである。これには、毒性の生理学的メカニズムを解明することを目的とするような基礎研究、応用研究が含まれる。これらの研究は、 毒性の発言に関する重要な生物学的知見や人に関する暴露、感受性、リスクの評価の方法の発展を目指したものとなる。コミッショナー事務局は、コミッショナー事務局本部を中心に、下部団体として、長官顧問部、法務部、政策企画部、障害部、最高研究者部、女性保健部、マイノリティ保健部の7つの部局から成り立つ。 ありがとうございます。